新卒にいる NPC ミレニーまたはラザハンにいる NPC ヨールにおいて各種装備と交換できますということで、こちらもうこの朽ちた兜でもね使い方はいいよね、後ろ変えていけばよいね、はい、こちら、各パーツと対応したアイテム名記載されていますのでよろしくお願いします。ちょっと待ってください。お、吉田の声がロボになったって言われてるよどうしたロボ、ロボでした。ロボマジで、おお、どんな声なんだろう、俺たち聞こえないからさ帰ってこないですからね。そうだロボロボでした。あれあれはあれあれはその後は必ず宇宙人なんです。ああそう、そっちか、ロボじゃなかった、宇宙人。新たなレイドダンジョンロボ宇宙人古いって言われたトミックの吉田古い、最近の宇宙人はもうちょっと違う、やばいな、違うバレたか、中身3代目吉田だっていうのがバレてしまったなついにちゃんと劣化した皮膚とかを貼って作られた3代目中身が3代目であることバレてしまった。どうなんだろうね、うん、治っているのかどうか。吉田マーク3だオミクロン吉田すぐ出てくるよね、みんなほんと ね、 そうね、危なくてされたかあっち50ぐらいまでこれで安心はい、はい、うん、ロボ、おなんかおかしい、もうリロードしたけどロボのまま、そうだろうな確かにね、これ今喋ってるこの声もやっぱロボで聞こえてるってこと。ちなみに何、モルボルはロボじゃないの、俺だけ。いやでもそこはマイクが共通なので多分そんなわけないよね、私もロボであろうか、全体的にロボかヨシタディオって言うな、うん、ここで休憩はねいよいよあれでやる、ね、めっちゃロボロボしてる、私はきっと3人目だと思うから3代目吉田ブラザーズって面白い何とでも言えるもんな、こんな自然に音が変わることなんてあるんですね。そうね、外音だけ、ほう、なぜか扇風機のようなあーってやったらなやつ最近扇風機のわーってやつもさ、若い人わかんないわ、ね、からないでしょうね、扇風機家にある人少ないもんね。あ、そうそう、それそれ、すごい扇風機への共感、もう一個扇風機持ってきてやったら書き消えないかな元に戻ったりしないするわけないね、打ち消し合うだろうぐらい、うん、確かにヨシピーが特にひどいって言われて、あ、そうか、表現の仕様がわからなかったらムスタリオっぽいって言い合い、確かにいいんだ、エムちゃんコード踏んだ、コード踏んで声変わんないだろう、ね、うん、空気あるのか、本物の吉田を返せ、シンジがいるあーだよ、サードインパクト落ちちゃう、そんなしたらニアサードで済むかもしれないけど、そうか、うん、スタディオっぽい、吉田再起動してみてか、そうか、ロボだからなあ、なるほどね、あの再起動しようとしたらさ、吉田アップデートがかかって沈黙のままもしばらく戻ってこないかもしれないからね。お、治ったえ、治った、突然治った、マジか、何急に吉田再起動して、今内部的に瞬間的にすごい、技術班が全員僕たちは何もしてませんっていう首を振っているけれども声優変わったって言われてるあ、そうですね、大丈夫、大丈夫、あららら、内部再起動で治ったわ吉田、あ、なるほどね、3代目結構ねあれなんですよ、表面上の電源を落とさなくても内部リブート可能って、新しい、すごい、実はハイテク、実はね内部今4代目にすげ変わってたかもしれないバージョン4になったかもしれない便利だな、
でもね、なんかこれツイッターだけじゃないのかなって言ってくれてる人もいるんだけどね、違うんですよ。全放送 ね、ロボロボ言ってたんで、うん、多分、ね、全部なんですよ。今度の吉田はうまくやるでしょ。どの吉田だよ。吉田追加パンチって。元に戻してじゃないよ。ロボに戻してって言われてる。ちょっとやり方はわからないですよね。わからないんだよな。もう、うん、アップデートしちゃったから、なかったらさっきのは。ちょっと。面白い。今って BGM 消えてますか？あ、それは確認はい。BGM は止めてます。大丈夫だ、問題ない。意図的です。あ、よかった。いろいろ、もろもろ戻ってまいりました。次回は吉田を一回引っこ抜いてフーフーしてから差し込んでから放送しようっつファミコンカセットかよ俺。みんな面白いな。一番いい PD のバージョンを出してくれるよ。続けて大丈夫かな。もう少し遊びたかった。ホットフィックさん。うん、吉田日本語かパッチって最初か日本語だよ。吉田の中でもやつは最弱。